こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はアマゾンの輸出する商品探すのに、リアル店舗行くと、スマホで検索というケースが結構あると思うんですけど、そのスマホを使って検索した時のランキング確認方法です。まず、目の前の商品を検索すると、アマゾンのcom.au で検索します。で、今回スイッチと検索して、この任天堂スイッチ出てきた。レビューが254件、レビューあるんだから売れてるなと、普通の判断ですけど、これをやると間違えます。レビューは売れてなくてもついてます。なぜかというと、売れてない場合はアメリカのレビューを持ってくる。で、オーストラリアのレビュー、オーストラリアで売れててもオーストラリアとアメリカのレビューを持ってくると、いう形でレビューを多くしようという形にね、Amazon やってますんで、レビューの有無ではランキングがあるかどうか、オーストラリアで売れてるかどうかは判断できません。じゃあどこで判断するかってことなんですけど、これを下の方にスクロールしていくとね、下の方に画面を移動していくと、このプロダクトディテールという、項目があります。ここに、Amazon.com.au セールスランク、この場合108位ですね、というのが出てます。で、この Amazon.com.au セールスランク、この項目ないってのは売れてないってことなんでね、その場合は見送りという形になります。何しろランキングについてない商品はね、オーストラリアで需要がないとか、カタログの出来が悪くて売れてないとか、値段が全く合ってなくて売れてないとか、何らかの原因で売れてない。でもね、なんで売れてないのか探るのは大変なんで、だったら、ランキングついてる商品たくさんありますんで、それをまず売ってみるというのがね、見つかりやすい、売れない商品を仕入れる確率を下げる、やり方なんで、ランキングの有無は必ず確認してから仕入れてください。またご質問ご報告お待ちしてます。 Amazon サポーター堀秀夫でした。